シーグリックはシアル酸と結合する細胞表面タンパク質である。主に免疫細胞との表面に見られる I 型レクチンの一種である。哺乳類では14種が見つかっており、細胞表面需要対リガンド相互作用に基づき多様な機能を発揮する。はじめにシーグリックの候補として見出されたのはマクルファージ表面のサイロードヒーシン、レクチン様接着タンパク質である。 同時期にアゲット・バルキーらは CD22 接着や活性化に関わる B 細胞表面タンパクがシアル酸を認識する直接的な証拠を示した。その後、クロッカーらによるサイロードヒーシンのクローニングにより CD22、CD33 CD 及びミエリン関連糖タンパク質との相同性が示されたことからサイロードヒーシンファミリーが提唱された。その後、 バルッキーがシーグリックという名称を提唱し、I 型レクチンの一種であることを示した。以降、この名称がこれら分子に関わる研究者のほぼすべてにより採用されている。CD33 と非常に類似した構造の複数のシーグリックが人で見つかっており、CD33 関連シーグレックスと呼ばれている。サイロードヒーシン、CD22、マグ、 および C グリック -15 を含む一部の C グリックはマウスおよび人で完全に保存されており、C グリック -8、C グリック -9 はマウス、およびラットにおいて、ホモログを持つ人が、マウスよりも多様な C グリックを持つため、ナンバリングは、人タンパクに基づく。CD22、および B 細胞受容体のシグナル経路もしン。 リン酸カチロシンシーグリックの主たる機能はシアル酸を含む糖鎖との結合である。これらの受容体糖鎖相互作用は細胞接着、シグナリングなどに使われる。シーグリックの機能は細胞での発現により制限される。例えば、マグはキトキニカワ細胞及び手腕細胞にのみ見られる一方、サイロードヒーシンはマクルファージにのみ存在する。 多くのシーグリックは短く、細胞表面から離れた分子に対しては機能しない。これにより、哺乳類細胞は、シアル酸を含む糖鎖に覆われているにもかかわらず、他の細胞に接着することは防がれている。つまり、シーグリックの多くは、同じ細胞上のリガンド、シスリガンドとしか結合せず、同一細胞上の糖鎖が周囲に集合する。一つの例外はサイロードヒーシンであり、 16個の C に IgE ドメインを持ち、他の細胞上のリガンド、トランスクリプションリガンドと結合する。その他、マグモトランスクリプションリガンドと相互作用することが示されている。多くの C グリックは免疫需要抑制性チロシンモチーフを細胞内領域に持ち、これによって免疫細胞の活性化を抑制する。リガンドと結合すると C グリックは、 SRC 相当性、領域にドメイン含有ホスファターゼ等の抑制性タンパクをアイテム領域に動員する。リガンド結合後、アイテムに含まれるチロシンがリン酸化され、SHP のような SH にドメイン含有タンパクの結合領域として機能する。これにより、細胞質タンパクが脱リン酸化され、活性化経路が阻害される。ありがとうございます。